2022年、地球が終わる前に、人類を守るために、1万年の時を超えて、半霊半物質の世界から、ティナが来てくれた。ティナ、本当に来てくれたんだね。うん、タケル、助けに来た。本当の君と会える約束の場所2。愛は悲しみに乗せて。この世界を救うには皆が一つであることを知らなきゃならない。でもそれだけではダメ。知っているだけではなく、自然と皆がそう生きる必要がある。だからシティがいる。もしかしたらプラズマの助けも。分離の激しい現代にやってきたティナ。そこでは長く生きれないほど物質密度が強かった。人々の分離感の集合意識は、ティナはもう1万年前に帰れないほどに破滅的状態だったのだ。そのために半霊半物質の体は耐えきれないと知ったタケルは、父を継ぎ、たくさんの父の友人の科学者たちの力を借り、プラズマの装置をラームーの地に作ることとなった。それが完成し、シディの力とプラズマの力を借りて、水の精、光の子、音の波たち、風の民たちへ、ティナは歌とともにスートラ深くメッセージする。世界を変えて、愛の世界に今すぐ戻して、本当の真実に人々が帰れるように、すべての人が共に本当の幸せになれますようにと。今すぐに来て、すぐにここへ来て、私を抱いて。水よ、光よ、風よ、音よ、お願い、世界を変えて。分離世界によって、本当の自分、愛の現れである真の自己を失ってしまった神の子たちへ送る壮大な叙情詩、スペクタクルロマン。誰もが本当の幸せを手にしてほしい。若たれを信じ、何かにならないとと信じた闇となってしまった神の子たちへ、愛へ戻りなさいとティナが。シディとプラズマの力を借りて、宇宙へと伝える大スペクタクルロマン。本当の君と会える約束の場所2。愛は悲しみに乗せて。
現在制作中。愛しさは悲しみのスートラに乗せてシディとプラズマになる。